側から左利きの人は右から、okay. で、やったことあるやつやったことあるやつそう、ボールをこっちに持ってきてドリブルステップ、ドリブルステップよく小学生、今の小学生すごい多いんだけど左サイドとかで前すぐ前に出るけどドリブルしていく中で速いスピードで止めるときに反対の足でこういう風に止める人やっちゃうなーって人絶対嘘ほらで、その時になんで左足が止めちゃうと次がやりにくくなるかっていうのを説明するから聞いててドリブルしていく時に左足で止めると大きくモーションって分かる自分の動きが大きくなるから相手も一緒に止まっちゃう止まっちゃうでも小指で止める時に今コーチモーション大きかった小さかったよねだから相手は本気でスピードになっていくと見てて本気のスピードだよよそう先に止まっていいじゃん最低だよ行くよコーチいつ止まるか分かんないマークコーンの奥かもしれないからね止まる気をつけてよで止まるとこれだけ今戻って戻ってこれだけ距離が変わる意味わかる意味わかる小指だとこれだけ距離が作れるそしたら中にも行けるしあ、やべえ、取りに来る来た相手をさらにもかわせるだから小指を使ってほしいの OK ですか、はい、しっかりと速いスピードの中でクッって止まるそっからは膝を開くさっきと一緒膝を開いて開いた膝を戻す親指で触ってあげてくださいダメなのこれでダメなの良くないのはボールを止めちゃうのに腰からボールを触ることこれだけ意識してやりましょう OK ですか、はい、用意スタート